あれ、キリュウ、何やってんだ？便所だ、便所。戻ったらもうちょっと寝る。お、なんだ？ビールの追加か？どこで買ってきたんだ、それ？おお、そうかそうか。今夜はアルコールなしかと思って心配してたんだ。今朝方だ。俺と淵だとあと数名でな。当然だろ。んなこと知ってるよ。酔うほど飲んでなかったから平気だ。と言いたいところなのだが、危うく一人溺れかけてだな。ブラックシュー！まあ、そいつはかなりの脂肪がついていたせいか、幸いと沈まずにプカプカと浮いてて、なんとか引き上げられた時には完全に白目を向いてたんで、あれは驚いた驚いた。だけど俺たちは冷静に蓄えていた知識をフル活用して、そいつの救命に尽力したわけだ。心臓マッサージに人工呼吸。そういうことだ。やはりいざという時のために知識を得ておくのは重要なことだな。口止めされてたんだよ。恥ずかしいから言いふらすなって。故に誰なのかという質問には残念ながら答えられない。あれ、キリュウさん、そのビールどうしたんですか？もうそんな時間なんですね。事件のこと考えながらこの辺りを散歩してたんです。具体的にはまだ何も。ところで先生は山根さんとご一緒なんでしょ？じゃあ私ちょっとご挨拶してきますね。どうしてだ？別に構わないだろ。追っ払われるのは関の山だな。お嬢さん、荒れそうだな。まあ戻ってきたらせいぜい慰めてやれや。俺はもう戻って寝る。
当然だ。今回のゼミではお前はそういう役回りと決まってるんだ。そんなことはない。キリュウは年も趣味も近いし、お嬢さんの相手としては申し分ないではないか。まあそうとも言うかな。そう気を落とすなって。おいしい役目にだってありつけるかもしれないだろ。頑張れや。先生、私のことをお邪魔のようでした。そうでしょうか。子供扱いされたみたいで、なんだか腹が立ちます。はっきりと言ってくれますね。ん？社会の常識としてそう決まっているからかしら。なかなか面白い話ですね。でもそれは桐生さん自らの持論なんですか？ねえ、キリュウさん。ところでキリュウさんは大人ですか？それとも。それを聞いて安心しました。それならば。
子供同士、お酒でも酌み交わしましょうか。ねえ、キリュウさん、事件のことどこまで分かりました？私もです。こんなことって久しぶり。最近のミステリーなんか半分くらい読んだ段階で犯人が分かるのに、全然分からない。だから私、少し興奮してるんです。こんなに難しい問題に巡り合えたことに。キリュウさんはワクワクしてないんですか？マガタ式博士のような？でも私、この問題を自分で解き明かしたいと思ってるの。キリュウさん、飲んでます？飲んでませんね。ひょっとして気分でも悪いんですか？なんだ、もう空っぽじゃないですか。ねえ、知ってます？才川先生ったらあんまりお酒飲めないんですよ。すぐ酔って寝ちゃうの。でも私は先生と違って飲むととっても陽気になるの。先生かわいそうよね。こういう気分味わったことないのかしら。あ、そうだわ。勝負しませんか？あの事件、どちらが最初に真相にたどり着くのか、
かわいそうな才川先生には負けたくないって思えたんです。その方がやる気が出るんです。それで負けた人は、どうしましょう。なんですそれ、真面目に考えてくださいよ。じゃあこうしましょう。負けた方は勝った人に大切な宝物を一つ譲る。そうです。そんなの無理ですよ。その人にとってそれが宝物かどうか見ればわかるんです。ノーコメント。まだ秘密です。私には黙ってる権利があるんですから。憲法第38条第1項、そろそろビールも飲み飽きたね。ウイスキーが飲みたいわ。でも確か内田さんが持ってきてましたよね。あ、バカ、余計なこと言うな。ここに一本のビールがあります。さらにここには一本のウイスキーもあります。突然ですがここで問題です。ビールの1とウイスキーの1、 1たす1は何になるでしょうか。ブッブー、発令。酒を混ぜても新しい一つのお酒になるだけなのです。1234、ご苦労さん。2234、ごきげんよう。やっと来ましたね、先生。
もう夕方か。おい、誰かコーヒー入れてこいよ。西野園さんなら寝てるし。悪いな浜中、なんだか催促しているみたいで。いや、してるじゃないですか。わかりましたよ、僕が入れてきますよ。キリュウ、お前後輩だろ、少しは気を。ぬるいな。みんな何？食事中？もう残り物の整理です。なるほど。先生は何がいいっすか？いや、遠慮するよ。どうも腹の具合が良くない。ところで、西野園君は？テントで寝てますよ。研究所からもらったビールの半分を彼女一人で飲んじゃって大騒ぎでした。それからウイスキーも荒れてましたね。手がつけられない。彼女は知らんです。へえ。2時間くらい前だったかな。大丈夫かな。気分が悪そうじゃなかった？今は死んだように眠ってますから、しばらく起こさない方がいいですよ。そうか。僕はその辺散歩に行ってくるよ。キャンプもいいけど、そろそろ自分の部屋が恋しいな。ちゃぶ台の上にペットボトルとスナック菓子置いて、リモコン片手に寝飯になってさ、もう最高だな。それってビールとナイターとゴロネっていう親父のイデアと同じですね。でも僕も明日の晩どうしても見たいテレビ番組が、ミステリー原作のドラマだから桐生くんなら知ってるんじゃない？囚人のジレンマ。でも録画がうまく撮れてるか。まあ、あれも壊れてるうちに入るのかな。タイマーがいつも少しずれてしまうんです。なんだそれは。ほら、最近のビデオって自動的に時刻調整やってくれる機能がついてるでしょ。ああ、はいはい、テレビの時報に勝手に合わせてくれるやつな。
ええ、どうやらそれが故障しているんですよ。だからいくら僕が正確な時刻に正してもビデオの方で勝手に調節してずらしてしまうんです。でも他の機能は全く問題なくて、録画もできるしちゃんと映るし。それじゃあわざわざ修理に出すのもバカバカしいな。でもそのおかげでドラマの初めの15秒が撮れてないかもしれないんです。は？たった15秒だけ？そんなの CM1 個分だろ？細かいやつだな。10時ジャストに始まるんですよ、そのドラマ。オープニングシーンが欠けるの嫌じゃないですか。お、賢いな。いや、それ当たり前じゃないか。そうしたら、今度はオープニングシーンの前に余計な CM がたくさん入るでしょ？興ざめしちゃうんですよね。臭いんだよ、その辺浜中は。そういや前に借りたビデオテープもしっかり爪が折ってやったな。かれこれ2時間以上も雑談にふけっていたようだね。暗くなってきたことだし、そろそろお楽しみの花火にしましょうか。いいですね。先生たちも行きませんか？西野園くんがまだ寝てるからな。一人で残していくのも危険だからね。どうする桐生は？じゃあ僕ら先に行ってますんで、先生たちも後から来てください。そうだね。こうして見上げると、自分を中心として逆円錐状に宇宙が広がっているような錯覚を覚えるな。これまた凡庸なセリフになるけど、
こうして遥か遠くから届く光を眺めていると、本当に昨日や明日のことがどうでもよく思えてくるね。西野園さん、ちょっと見てきましょうか。うん、頼むよ。大丈夫みたいです。花火が見たいから起きるって言ってます。何時ですか？いつの間に夜になったのかしら。気分は？うん、ちょっとまだふわふわしてます。途中までなら。では花火を見に行きましょう。そう見える？いや、君たちを見ていると、自分も20代の頃に比べると随分と変化したものだなってね。珍しいですね、先生がそんなことを言うなんて。桐生さん、なんか笑ってません？あ、あそこに集まっているようですね。しばらくここから見ているよ。でもせめて波打ち際まで。いや、いいんだ。危ないぞ、キリエ！私もやってみたいな。あれ、ロケット花火って言うんですか？花火というと、大きな花火大会で打ち上げられるのを眺めるくらいで。だから、ぜひやってみたいの。ほら、お
お嬢さんはこれにしなよ。何ですかこれ。さっきのみたいに飛んだりはしないんですか。ここに火をつければわかるよ。これどうすればいいんですか。大丈夫ですか。こうしていてもやっぱり気になりますか、事件のこと。才川先生もさっきは何かを深刻に考え込んでいるようだったわ。っていうのともちょっと違う気がするの。